かすかに聞こえてきた復活への足音。日本ダービー馬史上最大のダークホース、諦めないダービー馬、ワンアンドオンリーの橋口調教師です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、正直、はい、毎日王冠、はい、兆し見えたような気しますけど、どう？そうですね、本当最後の 100m の足はもう、うん、すごく良かったですね。あの3歳の走ってる頃を思い出させるかのような走りしてましたね、はい、道中もちゃんとこう自分からね、こう走っていってる感じがありましたから、はいはい、やっぱりあれ、マイルを使ったことでちょっとこう馬にあれがあったんですか？まあ、それもいくらかあったかもしれないですけど、うん、まあ、それよりもまあここその前の2戦、うん、あの横山典さんに乗ってもらって、あの姉妹を一生懸命走らせるっていう、うん、競馬をしてきたんで、その、まあ、全体的にその集中力が高まってるっていうか、レースに対する、うん、意識というか、馬のそこがちょっと、まあ、はい、あれもね、4コーナー直線向いた時にリアルスティールとサトナラジンが外にいてたから、それ出してからやないと、はい、ね、行かれへんかったから、あそこスッと動けてたら、はい、もうちょっと ね、あれをまあ外に出すロスがありましたから、うん、あそこでまあ一瞬ちょっと置かれましたけど、うん、まあ、本当に最後の 100m の足はあの一番いい具合だったんで、うん、今までやったらあの置かれるって言っても押しても押しても前進まんっていう置かれ方やったけど、今回はそのタイミングの問題でね、はい、馬自身は普通自然に走って遊んでいてたんで、はい、これちょっとなんか変わってきたな、はい、そのノリさんもその、まあ、エンジンかけた時の、まあ、加速の速さというか、その昔に戻ってきたっていう、はい、ことを言ってたんで、まあ、日本ダービー馬がまあ単勝100倍超えるとかね、はい、いうことになってますけど、はい、これはでもほんまダービー馬史上本当最大の穴馬になりましたから、はい、ギャフンと言わしてほしいな。そうですね、で初めてこんだけワンアンドを取り続けて初めてのこのちょっと人を舐め腐った感じの態度、ちょっとダービー馬やと思い出してきたんちゃいますか。ちょっと謙虚な時期みたいなのありましたからね。そうですね、でも本当ね、あの前走毎日王冠はもう草案所からもう壁バンバン蹴って、あ、振ってた、昔のあのうるさい時を戻ってきた感じ。おー、いや、だってダービーの時なんてクラつけられへんぐらい暴れてたんでしょ、あの時。いや、本当それに近いぐらい今回もうるさかったんで、これちょっと今日違うなっていうことはレース前から思ったんですけど、もう汗は今もようかくない。そうですね、はい、いや、もうでも本当ね、なんだかんだ言うて、はい、あの不安が減らない不安がないので、あのこの動画ももう安定した数字を稼いでいただいてますし、はいはい、テレビでもね、タレントさんが言うパロポロと名前言うたり、はい、このトースポで、はい、爆笑問題の、はい、田中さんが予想ずっとしてるんですけど、はいはい、この方もワンアンド大好きで、毎回印打ってるんですけど、この間印打たへんかったのにまだ名前書いてましたから、文書の中で。もう多くの不安が待たれてると思うんで、はい、もうね、語り尽くしてるワンアンドオンリーですが、はい、天皇賞に向けての抱負をお聞かせください。そうですね、まあ、前走毎日王冠で本当に復活の兆しが見えたと思いますので、まあ、これをね、今回の天皇賞でも、続けてほしいというか、まあ、そんなもう多くはもう望まないです。本当に、まあ、馬が集中して走る姿を、まあ、今回も見れたらいいなと思ってます。はい、応援よろしくお願いします。少しね、日本ダービー馬の恥ずかしい姿も今回の動画見ていただけたかと思うんで、いつもと違うワンアンドオンリーをぜひ東京競馬場に見に行ってください。どうもありがとうございました。